岡山県小野郡の一小屋郡は岡山県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。旭川は現在の岡山市北区、玉川市、中区議園付近で複数の河働に分岐していた。その分岐した複数の羽川及びそれによって生まれた複数のデルタ地帯の西部一帯を郡域としていた。 現在の岡山市中心市街地は、小野郡にあたる。旭川本流は、現在の流れも今より東寄りを蛇行しながら、流れていた。しかし浮田秀家が、岡山城を築城した際に流路を、現在の位置に変更した。これにより、旭川本流の西岸で小野郡であった、現在の中区竹田、東河原、西河原などの村が東岸へと変わった。岡山藩が、 繁栄年間に作成した備前国級軍地図では、東岸であっても小野軍として記載されているが、明治期までには上東軍へ移管されている。旭川の川の流れの変化や、干拓による海面の陸地化により、時代により、軍域が激しく変化している。特に、江戸時代に行われた、木々の穴界の大干拓事業により、南部に広大な神殿が開発され、 軍域が大幅に広がった。古代には、美濃国像が設置されていたことが、仙台旧字本儀、国像本儀に記載されている。和名称には、牧石号、後世座と、伊豆市座と、小野座と、伊福座と、津島座との六教が記載されている。縁技式神明朝には、関門別神社、は張神社、天神社、伊勢神社、天根系神社、国神社、 石門別神社、おはりばり迷信ひ歌ん女神社の発射が記載されている。備前国の国府は時代によって変遷しているが、本軍に所在していたこともあり、和名将にはその旨が記載されている。場所は特定できていないが、小野郷、津島郷、伊福里などの説がある。また、軍画も同様である。ありがとうございます。